ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。私たちの本人です。お願いいたします。と申します。本人でございます。ありがとうございます。こんにちは、おさん。私たちでございます。こんにちは。北九生まれの自宅育ち、本塚俊。自分の町のために本気で働かせていただきたい。その思いで、自宅町に立候補しています。今ここ北区は人口が伸び悩んで、若い世代が減っている。高齢化率はナンバーワンです。経常収支率で最下位になってしまいました。渋谷区を見てください。4年前40代の若い区長が誕生しました。保育園、公園、そして公衆トイレまで民間事業者の力をうまく使って素晴らしく綺麗に生まれ変わりました。この企画、高齢者の方々が一番多いからこそしっかり支えていかなきゃいけない一番の課題です。でもそのためには若者の力が必要です。若い世代をしっかりこの街に呼び戻し、そしてその若い力で高齢者の皆様を支えていく。自民党、公明党、立憲民主党から社民党までほとんど全ての政党が現職につきました。そして連合投票、労働組合、大きな組織の推薦を出している。私には何もありません。だから選挙は大変です。でも打ち破って勝てば、しがらみのない力で北区を絶対変えていけると思っています。ぜひ皆さんのお力、北区民のお知り合いがいた方、ぜひお声がください。そしてこの情報をどんどん拡散して、北区長選挙が行われている、北区長選挙は音喜多、音喜多旬だと、ぜひ皆さんで広めてください。100枚でございます。ありがとうございます。